サリーで起きていた出来事。ハリフォード近くの開けた牧草地の生け垣の下に座った牧師砲が私に激しく語りかけている間、またウェストミンスターブリッジの向こうに避難する人々の流れを私の弟が見つめている間に火星人たちは攻撃を再開していた。複数の互いに矛盾する報告から判断する限りでは夜の9時までは 火星人の大部分はホーセルの穴に留まって忙しく準備を行っていた大量の緑色の煙を排出する何らかの作業に追われていたのだしかし8時頃にはそのうちの3体が外に出てきてゆっくりと慎重に前進を始めていたそれは間違いないそいつらはバイフリートとパーフォードを通り抜けてリプリーとウェーブリッジへ向かう進路を取り 夕日を背に待ち受ける砲兵隊の前に姿を現したのだった。火星人たちは固まらずに列を作って前進していて、仲間からそれぞれ1マイル半ほどの距離を置いていた。サイレンに似た遠吠えで互いにコミュニケーションを取り合い、その声は低くなったり高くなったりと音程を変えた。アッパーハリフォードで私たちが耳にしたのは、 リプリーとセント・ジョーンズ・ヒルでのこの遠吠えと砲撃だったリプリーの砲撃手たちは不慣れな志願砲兵でこれまでこうした状況に置かれたことがなかった彼らは雑で請求な高価の薄い一斉射撃を行ってから牙と徒歩で無人の村を抜けて逃げ出したその間火星人はあの熱線を使うことなく落ち着いた様子で大砲を踏み壊し 慎重に砲兵たちの間に踏み出して彼らの前を通り過ぎていったそしてペインズヒルパークの法律に思いがけず出くわしそれを破壊したのだったしかしセントジョーンズヒルにいた者たちはもっと倒立が取れていて気概があった松林の中に隠れ火星人たちが近くに来るまで全く疑われなかったようだ まるでパレードの時のように慎重に大砲を配置し1,000ヤードほどの距離で砲撃を行った目標の周囲の至る所で砲弾が炸裂し敵は数歩進んだかと思うと足をもつれさせて倒れ込んだ全員が一斉に歓声を上げ狂ったように勢いよく大砲に示談が装填される。倒された火星人が 長い遠吠えをしたかと思うとすぐに第二の輝く巨人がそれに応えて南の林から姿を現したトライポッドの足の一本は大砲の一撃によって破壊されているように見えた二度目の全面的な一斉射撃は地面に横たわる火星人を外れ同時に仲間の両方が熱戦を砲兵隊に向かって放った弾薬が吹き飛び 大砲の周囲の松林は一瞬にして火の海へと変わった。逃げ出せたのはすでに走り出して丘の頂上を越えていた数人だけだった。この出来事の後、三体の火星人は止まったまま寄り集まって話し合っているように見えた。監視していた偵察兵は、奴らがそこから半時の間完全に停止していたと報告している。倒された火星人が、 機械の頭部からのろのろと這い出してくる。小さな茶色のその姿は遠くから見ると奇妙なアブラムシのようでそいつが自分の乗った機体を修理していることは明らかだった9時頃になって作業が終わると機体の頭部が再び木々の上に現れたこの3体の保証にそれぞれ太く黒い筒を手にした別の4体の火星人たちが合流したのは 9時を少し過ぎたた。頃のことだった同じ筒が3体にも手渡された後7体はセント・ジョーンズ・ヒルウェイブリッジリプリーの南西の1度の村に沿ってこう書くように等間隔に散らばったやつらが動き出すとすぐにその目の前の丘から1ダースほどの信号弾が打ち出されディットンやイーシャーの辺りで待ち構える砲兵隊に警告を与えた。 それと時を同じくしてあの筒で同じように武装した四体の戦闘マシンが川を越え西の空を背にしたそのうちの二体の黒い影が私と牧師匠の視界へ飛び込んできた私たちはハリフォードを抜けて北へ伸びる道を疲れと苦痛の中急いでいるところだった私たちが見守る中身長の高さ三分の一ほどまで達した 平原を覆う乳白色の霧の中を奴らは足取り軽く進んでいた。この光景を目にすると牧師穂は喉の奥で弱々しく悲鳴を上げて走り出した。しかし火星人から走って逃げるのは得策ではないことを知っていたので私はいに濡れたイラクサといばらの中をかき分けて道路脇の幅の広い溝へと進む先を変えた。 僕子も振り向いて、私が何をしているのかを見ると、戻ってきて私についてきた。二体の火星人が立ち止まる。私たちに近い方は、立ったままサンベリーの方を向いて、ぼんやりとした灰色の姿の、遠い方は、酔いの明星の方向、反対のステーンズの方を向いていた。時折起きていた火星人の遠吠えは止んでいた。 奴らは自分たちの円筒の周囲に巨大な三日月を描くような配置で立ち、辺りは静まり返っていた。それは先端から先端までが12マイルに及ぶ三日月だった。火薬の発明以来これほど静まり返った戦闘開始の瞬間は一度もなかったことだろう。リプリーの辺りにいた偵察兵と私たちは全く同じものを見ていたはずだ。 火星人たちは闇夜の唯一の支配者であるかのように見え、その姿は細い月や星々、火の名残、セント・ジョーンズ・ヒルやペインズ・ヒルの林の赤い炎の光にきらめいていた。しかしこの三日月が見えるあらゆる場所、ステーンズ、ハウンズロー、ディットン、イーシャー、オッカム、テムズ川南岸の丘や林の影、 北側に広がる開けた牧草地、十分な目隠しとなる木々の茂みや村屋敷が集まる場所にはどこであれ大砲が待ち受けていた一発の信号弾が打ち上げられて闇夜に火花を降り注ぎながら消えるとそれを見たすべての砲兵隊が臨戦態勢へ入った火星人たちは車線上へ前進するほかなくそうなれば みじろぎもしない男たちの黒い影と日没直後の暗闇で輝く大砲はすぐさま戦いの号来を打ち鳴らすことだろう私自身の意識の一番上にあったものでもあるのだが多くの資料ある人々の意識の一番上にあったのは次のような疑問だった奴らはこちらのことをどれほど理解しているのだろうか数百万に及ぶ私たちが組織され 統率され、共同して活動していることを、奴らは理解しているのだろうかそれとも奴らにとっては、私たちの行う一斉射撃、砲弾による鮮烈な一撃や、奴らの野営地に対するゆっくりとした包囲は、巣を壊された蜜蜂が、一斉に怒り狂って襲いかかっているのと変わらないのだろうか奴らは私たちを絶滅させる気なのだろうか その当時はやつらがどのような食料を必要としているのか誰も知らなかったあの巨大な保証の姿を見ている間こうした多くの疑問が私の頭の中で渦巻いていた同時に頭の片隅ではロンドン方面の巨大な未知の隠された軍隊について考えていた彼らは落とし穴を用意しているのだろうか ハウンズローの火薬工場が罠として準備されているのだろうか。ロンドン市民には家々が立ち並ぶ自分たちの壮大な土地を夜景の原となったあの広大なモスクワへと変える覚悟と勇気があるのだろうか。うずくまって生垣の間から覗く私たちにとって果てしなく続くかに思われた時間が過ぎた後、遠くで砲撃のような音が聞こえた。近くでもう一度、 さらに一度、次の瞬間私たちの横にいた火星人が手にした筒を高く掲げて大砲の方向に打ちその重い発射音が大地を震わせたステーンズを向いていたもう一体がそれに応える閃光も煙もなくただものすごい爆音だけが聞こえたこの数分のうちに次々に起きた砲撃に興奮した私は 身の安全も忘れて、火傷した手を生垣の上に伸ばしてサンベリーの方を見つめた。私がそうしている間にも、二度目の発射が続き、巨大な飛翔体が頭上をハウンズローの方向へ走った。少なくとも煙か炎、あるいはそれに類した飛翔体がもたらす何らかの痕跡を目にできるだろうと私は期待した。しかし目に映るのは、 頭上に広がる藍色の空とそこに光る一つの星そしてその下に低く広がる白い霧だけだった衝撃もそれに応じた爆発もなかった静寂が戻ってくる時間が3倍にも伸びたかのようだった何が起きているんです牧師匠が横に立って尋ねた見当もつきません私は答えた 一匹のコウモリが羽ばたた。き、消えた遠くでは叫び声が騒々しく響き始めやがて止む私が再び火星人に目をやるとそいつは川岸に沿って素早い転がるような動きで東に進んでいるところだったどこかに隠れた砲兵隊の砲火がそいつに襲いかかることを私はずっと期待したが夜の静寂が破られることはなかった 遠ざかるに従って火星人の姿は小さくなっていき霧と深まる闇の間が次第にその姿を飲み込んでいった私たちは同じ衝動に駆られて高い方へ高い方へと登っていたサンベリーの方向は暗く見えたまるで円錐形の丘が突然そこに現れて遠く広がる土地を 私たちの視界から覆い隠したかのようだった。さらに遠くテムズ川を越えたウォルトンの向こうに、同じような隆起がもう一つ見えた。目を凝らすと、こうした丘に似た形状はだんだん低くなりながら広がっているようだった。不意に思いついて北の方に目をやると、そこには第三のぼんやりとした黒い小球が隆起しているのが見えた。 突然あらゆるものが静止したかのようだった遠く南東の方向静寂の中で互いに呼びかけ合う火星人たちの声が聞こえるそして再び奴らの銃が放った遠くの鈍い音で空気が震えたしかし地球側の砲兵隊からの反撃はなかったその時にはそれらが何なのか理解できなかったが後になって私は この黄昏時に隆起した不吉な小山の正体を知った。先に説明した巨大な三日月の形に立ったそれぞれの火星人は手にした大砲状の筒で巨大な弾頭を放ったのだ。その標的は丘や雑木林家屋の群れその他目の前にあって射程に入るあらゆるものに及んだ。 あるものは一度だけ、またあるものは二度射撃を行った。私たちから見えたやつとは異なり、リプリーにいた一体はその時に五度近く射撃を行ったそうだ。この弾頭は地面に衝突すると、爆発はせずに、莫大な量の濃く黒いガスをたけり狂ったように吐き出し、ガスは渦巻きながら上へと登って、 巨大な黒々とした積乱雲を作りそれから周囲の土地へゆっくりと降り注いで広がって機体の丘となったのだそしてそのガスに触れたりその刺激臭のある細かな粒子を吸い込んだものは死に至るのだったこのガスは重かった濃い煙よりも重くそのために最初の激しい噴出と衝撃が終わると空気の中を沈下し 気体というよりむしろ液体化のように地面に降り注ぎ気体の丘から広がって谷や側溝水路へと流れ込んでいった火山の亀裂から湧き出す炭酸ガスはそのように振る舞うと聞いたことがあるがちょうどそんな具合だこのガスと水が出会った場所ではある種の化学反応が起こり水面はすぐさま粉状の浮きかすで覆われた。 それがゆっくりと沈んでいくと、その後にまた浮きカスができるのだった。この浮きカスは水に全く溶けない奇妙な物質で、気体が瞬時に及ぼす影響の一つだったが、こし取ればその水を飲んでも何ら害はなかった。このガスは本物の気体が拡散するようには広がらなかった。土手で滞留し、坂道では緩満に流れ、風が吹けば不祥不祥それに従った。 そして、極めてゆっくりと霧や空気中の水分と結びつきほこりとなって地面へと降り積もっていったのだスペクトルの青色領域に4本のまとまった線を描く未知の元素が関係していることを除けばこの物質の性質についてはいまだ全く分かっていないこのガスをばらまいた激しい隆起が消えると黒い煙は 地表近くにへばりつきまだ完全に沈下が終わる前でさえ50フィートの高さがある屋根や高い建物の上階大木の上であればガスの毒から完全に逃れることができるようになった現にストリートコブハムやディットンではその夜のうちにそれが証明された前者の場所に逃げたある男はガスが渦巻き流れる様子が 実に奇妙だったこと。教会の先頭から見下ろした時に村の家々が家々がガスの黒い闇に幽霊のように浮かび上がっていた様子を実に詳細に証言している一日半の間疲れ飢え日の光に焼かれながら彼はそこにとどまっていた青空の下広がる丘陵を背景に ベルベットのような黒い機体が広がって赤い屋根屋根緑の木々を飲み込み時間がたつと黒いベールをまとった茂みと門扉家畜小屋と納屋そして壁それらが火の光の中あちらこちらに浮かび上がったしかしそれは黒いガスが自然に地面に降り積もるままにされていたストリートコブハムだけでのことだった通常火星人は 目的が達せられるとガスの中を歩き回って蒸気のジェットを吹きかけ空気を再び浄化した。私たちのそばにあったガスの小山についても奴らは同じことを行い戻って入り込んだアッパーハリフォードの放棄された家の窓から星の光の下、私たちはそれを見守った。そこからはリッチモンドヒルやキングストンヒルのサーチライトが あちらこちらへと動き回る様子も見えた11時を回った頃窓が激しく揺れて音を立て配置された大量の包囲砲の音が聞こえた砲撃の音は途切れ途切れに四半国ほど続いたハンプトンやディットンの姿の見えない火星人に対して一か八かの一撃を加えようとする砲撃だったそれから伝統の青白い光線が消えて 輝く赤い発光へ変わったそして4番目の円筒が落ちてきたのだ鮮やかな緑色の流れ星だった後で知ったところによると落下地点はブッシーパークだったらしいリッチモンドとキングストンの丘陵にある前線での砲撃が始まる前には不規則な連続砲撃が南西の遠くの方で起きた 私が考えるところではあの黒いガスが砲兵たちを制圧する直前に偶発的な砲撃が行われたのだろうと思う。実際のところ状況は人間が蜂の巣を煙でいぶすのと何ら変わらず、火星人たちはこの奇妙な窒息性のガスをロンドン方向に広がる土地に散布していった。三日月の先端はゆっくりと分かれて動き、 最後にはハンウェルからクームとモールデンまで伸びる直線を形作ったやつらの破壊砲は一晩中前進を続けたセント・ジョーンズ・ヒルで火星人の一人が撃ち倒された後はやつらは砲兵隊にほんのわずかな隙も見せなかったそれがどこであれやつらを狙う大砲が配置されている可能性があれば新しい黒いガスの弾頭が放たれ 大砲があからさまに見える場所には熱線の集中砲火が浴びせられた深夜になるとリッチモンドパークの斜面に沿って燃え上がる木々とキングストンヒルの炎がその光を黒い煙の網目に投げかけた煙の網目はテムズ川の谷全体を覆い隠しながら目の届く限りの遠くまで伸びていた そしてその中を2体の火星人がゆっくりと歩いて進みながらあちらこちらへあちらこちらへと蒸気のジェットを吹きかけているのだったその夜やつらは熱戦をあまり打たなかったそれに必要な物質の供給に限りがあったのかあまり土地を破壊せずに現れた敵を倒して復讐させるだけにしたいと考えたのかのどちらかだろう この校舎の狙いに関して言えばやつらは間違いなくそれに成功していたやつらの動きに対して組織的な抵抗が起きたのは日曜の夜が最後だったそれ以降はやつらに立ち向かおうという人間は皆無だったのだなぜならそうした企てはあまりに望みの薄いものだったからだテムズ川の上流で即射を行っていた水雷艇や 駆逐艦の乗組員さえその場にとどまることを拒んで命令に反して再び川を下っていったその夜以降で人々が危険を押して行った攻撃作戦といえば地雷と落とし穴を仕掛けることだったがそれさえもそのエネルギーとなったのは狂乱と興奮だったイーシャーへと向かい黄昏時にひどく緊張して敵を待ち受けていた あのの兵隊の運命についい。ては想像するしかない生存者は一人もいなかったのだありきたりな情景しか思い描くことはできない油断なく警戒する将校臨戦態勢の砲兵近くに積まれた砲弾砲車を引く馬車と荷車許されたギリギリまで近づいて立つ民間の見物人の群れ夕べの静けさ やけどや傷を負ったウェーブリッジからの兵を収容した救急馬車と救護テントそして次の瞬間に火星人の射撃による鈍い反響が響き不格好な飛翔体が木々と家々の上に渦を起こしながら飛んで近くの草原に激突する突然それる注意素早く拡散する黒い渦と隆起が急速に迫って頭上にそびえ 黄昏時を漆黒の暗闇へ帰る。不可思議で恐るべききっ的作用を持つガスが犠牲者の上を流れていく近くにいる人間と馬は視界を奪われて走り回り金切り声を上げ頭から倒れ混乱して叫ぶ大砲は即座に放棄され地面では人々が窒息してもらえる。 あの素早く広がっていく不透明な煙の塩水だそして夜が来て全てが息絶える犠牲者を覆い隠して静かに漂う大量の濃いガスのほかには何もない夜明け前には黒いガスはリッチモンドの通りへと流れ込み崩壊しつつあった政府組織は最後の力を振り絞ってロンドンに住む人々に急いで避難するよう呼びかけていた